AI 問診票というものがどんなものなのか見せていただけますかはい、えー、このような画面で、えーまあ、問診を、えー、開始いただきますこれは実際はタブレットだ実際はタブレットで、ねえー、指でタップしていっていただきます、うん、で性別年齢とでまあ本日 LINE された理由ですね,ねあこういうのが自動,自動的にが出てくるようにしてるん、ねえー、まさしく、ね、はい症状を入れるだけで 個人情報は入れないんですか個人情報は、えー、取得しないポリシーでやっております、うんうん、で手相は、えー、3つまで選んでいただくんですけども、えー、例えばこれだけだという話だと、うん、まあこれについて深掘りをしていくとまずは、えー、こういう症状もお持ちなんじゃないですかというようなところから、えーまあ、始めていくとそれはいつからあるのか,<で>か、ね、やっぱ症状に合わせて次の質問がこう出てくるようにな、ね、動的に、はい、変動していくというところが、えー、やはりえー 従来の紙の文人表に比べると、うんえー、全然違うところかなと思いますね。あ<ー>で程度がどんなもんなのかとかどのぐらい1回たり続いてますかとかですねあとは突然なのか徐々に現れたのかとか診、うんえー性質、ま、ーーの中で医師が、ま、よく聞くような、うんえー、質問というのが聞かれていくとなるほど、えー、こ,れこれがやっぱり病状とそういうの知識があるからこれはどういう質問をしていけばいいかっていうのが。 し分かってるわけ、ね、背景にその疾患を予測するアルゴリズムが動いているので、うん、それによって次どの症状を取得すると、えー、真実に近づきやすいかという観点で質問が出されていくと、うん、例えば以後のアルゴリズムは、えー、どこに石を置くと勝利に一番近づくかという観点で盤上のどこに石を置くかということを説、えー、いてますけれども我々は何を聞くと一番。えー この患者さんが持っている病状に近づくかという観点で質問が、えー、生成されていくとかなり具体的な質問どんどんど出てきますね、ええ、もうこ,こから、えー、っとこの患者さんが持ってそうな、えー、病気を絞り込みにいくようなう、えー、またあの危険な症状ですねうこういう症状があるとまずいよねというような症状を、えーまあ、除外していくような、えー、質問が聞かれていくと。う 文字も見やしくは、ね、あの一問一答ですので、はいえー、あの紙の問診票だと結構ご高齢の方とかだと何と言いますかフォントが小さすぎて読めないよみたいなところが、えー、あるというところでえー、まあ我々はそこを、えー、非常に大きなフォントで,で紙にするとすごいページ図になるしねそうですね紙芝居みたいになっちゃいますけどね,ね、えー、私あの「ブラ,ブランチ」っていうか変わっていくところがいっぱいあるからねあ まあ、質問は全部で3000ほどあるので医師、ねはい、数でいうとどれくらいあったんですか今,、ね、今で今で、えっと、大体15から20ぐらいですねうまさしくこの,このぐらいの情報が聴取できていれば医師としてある程度患者さんの病状に当たりがつけれるというような情報量になっている可能性すうそうするとあの患者さんが入った瞬間にある程度のもう、まあ、予備的な問診が終わった状況で、えーえー じゃあ本当の人が来て、ええ、その人見ながらっていうことが行われるとまさしくもうあの、うん、いきなり確信をつくような、えー、質問とかあといきなり、えっと、身体所見から、えー、の取得から入れるとかなので、えっと、従来結構忙しいと身体所見取ってる暇ないなみたいなことがあるんですけど、うん、まあ本当はよくないというところで <laughs>、えー、その情報を聞いてそれをまあ書いていくと。 打ち込んでいくというタスクを肩代わりすることで、えー、まあ要するに患者さんとの、えー、実際のまあお腹を触って見ての <laughs>、えー、時間とかに、えー、リソースを当てれると。そうそう。さっきの問診票からえっ,えっとお医者さんの画面とか出てきたりするんですか。ええええ。これがもしかしてそうですか。はい。えっと医師はえパソコンからですね。患者さんはタブレットでもちろん入力していくわけですけれども、医師は。えー こういうい形でですねパソもんかここには何となくとか専門家っぽい文字になってるじゃないですかまさしく、えーまあ、我々のこのシルるタスクは患者さんの聞いた言葉をそのまま書いていくと、うんえー、医師のカルテとしてはまあ不十分だと要するにと情報が要約されてないので見づらいですよねっていうところで医師は、えっとまあ、一般的に医師の言葉に翻訳して書くと。頭頭が痛痛いいだとまあ頭痛、まあ、このぐらいは えー、分かるかなと思いますけれども、えー、例えば「10段階でどのぐらいですか?」だと「えっと、NRS で何,何点の?」とかそういうですねそうするとこれがそのままあのカルテの中に入れられるようになる入れられるテンプレートが自動出てくるようなイメージですそうするとやっぱパタパタパタ目の前でお書きになってるというのがいらなくなるし、ねはい、まさしく で自分の所見があれば訂正するという作業だけやれば正しく正しくいいということになす、ねまえー、追記訂正等で時間短縮で。ちなみに AI モシン表でだいたい何分くらい想定されていますか。もうすでにエビデンスがあるんですけれども、えー、6.5分ほどの一所診あたりの時間のスペアが、えー、可能だというところですね。はい、あ。そうするとやっぱりあのいわゆるなんなんて言えばいいのかな、あの今まで本当に無駄に待ち時間があったし、えー、その 実際にやっとお客あの患者さんが来た時にこう聞いてるっていう作業がもう全部短縮されて本当にあの医師がや,やりたい本当にその自分の知識が一番投入されて AI ではできないような作業がで,できるような環境を提供することに成功したと。